うちでね、何代だいな。15代は、15代以上は続いてるんだよな。だから、代々ね、津波の話は聞いてくると、なんでかね、揺れが大きかったもん。地震がね、経験のしたことのない地震だったよ。しばらく入れてな、5分ぐらいこう揺れたと思うね。時間が長かった。もう冷えてんだから、スーッと潮が、潮、ああ潮汐出るな、津波来るなっていうのはね、直感で分かるから。俺は高てっぺんにいたから、この真下見えないからね、すっかり。これ見たわけでないけど、見た人たちみんなすっかり死んでしまったって。東日本大震災の時にこうすごい量の瓦礫を見て、建築って人を傷つけるんだって、まあ、今まではこう作っていってみんなに希望を与えるものだと思ってたんだけど、逆にこう人を傷つけたりとかっていうこともする。で、自分の中で何か答えを見つけたかったっていうのもあって、自分を説得させて作りたかったから、だからこう手を挙げたっていうのがありますね。In Home for All, it's very much thinking of the people who are going to use it, people who've been through a lot of sorrow and are grief stricken.So you want to put them at ease more than anything. In times of tragedy, you need to get together with other people and talk it out, and you just feel much more reassured being in the company of others.Knowing that it's not just about the roof over your head, but it's about that you've been looked after and you're not the only one. You're not alone, but you're together here with other people and you can support each other.
there's the notion that architecture can be the metaphor for building something that is even very intangible. デザインするってことは、あの、やっぱりその周りとの関係。その形も当然なんだけど、そういう関係を作っていける、作ることだと思っている。連続的なこう生活のと自然の関係っていうのを堤防は本当断ち切るようなものなので、そう見えなくなっちゃうから不安っていうのもあると思うけど、なんかどっかを強くするとどっか別なところが弱くなる。だからみんなでやっぱりバランスを取っていかないといけないんだろうなっていうのを思ってますね。建築物に頼るのではなくって、まあ、あのみんなの家なんかではお互いにみんな知り合いみたいな感じになっているので、ああいう小さな集まる場所で日常的にコミュニティ作っていくってことは、あの役立つと思います、災害が来た時に。私にとっては建築って中と外の境界をこう切り分けるようなものとして作られがちというか、近代の建築はそうで、なるべくその内外のそういったあのはっきりとした境界っていうものを作らずに快適に過ごせるようにしたいと思ってて、やっぱり人が本能的に居心地のいいって思う場所っていうのが、あのみんなの家ですごく感じたので、ああやっぱりいいなって、なんか風も通るし空調つけなくても気持ちいいし、うん。みんなの家の場合はこうなんかみんなすごい自分が作っているかのような、そういう思いで、だからもうできた時はみんな自分が作ったっていうふうに言うんですよ。なんかそういう使う人と直接こう顔を合わせながらやるっていうのがみんなの家の大きな特徴で、そういうオーナーシップを みんなが持ってくれたら、その建築はすごく素晴らしいし、やっぱり建築を愛してくれてるっていうふうに思えるんですよね。避難所から、仮設からこちらまで
地震の影下に巡り合ったと思ってます。おかげさまでよかお友達に恵まれました。どうしみたいです。死ぬまで死ぬ。だからなんか地震って本当に失うものだけではなくって、なんか仮設とか避難所とか行ったことで、まあ、これから先の本当親友ができたりっていうこともあるので、なんかそういうところには希望を感じるし、皆さんやっぱりでも共通してあの人を失ったりとか家を失ったりとかして、まあ、傷ついてはいるんですが、人間のそういう強さみたいなものを知れて、で私自身もなんかそういう力強さっていうのを教えてもらったっていうのが、でどうしたらそういう共有を普通の被災していない時にでもできるんだろうっていう感動を共有一緒にできるんだろうと。だからまあ、当然ね災害っていうのは辛いことではあるけれど、どうやってみんながいられるかっていうことを考えなくてはいけないなと思う。やっぱり自然の一部自分たちはっていうのをもう一回すごく思わされる。